日本の血が世界を超える。ということでね、少し前の出来事ですけれども、マイケル・ノーマン選手が 100m で9秒86を出したことについてちょっとニュースが出ていたので、それについてまとめの動画を解説していきたいと思います。マイケル・ノーマン選手はですね、7月20日に行われた試合で9秒86という記録をマークしていました。この試合というのはまあどういう試合だったかというと、まあ、エリートスプリンターっていうのはスポンサーがあってですね、それのスポンサー契約の要件っていうのは年間何試合出場するっていうものがあって、そういうものを満たすためだけにソーシャルディスタンスを保って開催された試合でした。一緒に走っていた選手は、ロニー・ベイカーや、ライ・ベンジャミン、200m ハードルのライ・ベンジャミン選手などがいました。この 100m で9秒86という記録を出したことによって、マイケル・ノーマンっていうのがまあ、とんでもない地位に行ってしまったということを皆さんはお知りでしょうか。まあ、例えばですね、 100m と 200m、400m の、それぞれの記録っていうものを十種競技で使われているような計算方法で数値化した場合、それがこちらになります。こちらは 100m と 200m と 400m の記録をそれぞれ数値化したものなんですが、マイケル・ノーマン選手はまさかのバンニー・キルクを上回る点数で歴代3位につけています。またマイケル・ノーマン選手は9秒86を記録したことによって、 100m で10秒を切るタイム、 200m で20秒切り、 400m で44秒を切るというような大記録を打ち立てた、バンニー・キルクの次に2番目の、その大記録を打ち立てた選手ということになります。実は100、200、400を合計してすごいと言えるだけではなくて、実は、マイケル・ノーマン選手は100、200でも10位、100、400の、計算でも2位、200、400の計算でも3位に、つけているというような現状です。でこれらを見て何が言いたいかというと、マイケル・ノーマン選手というのはアメリカ国籍ですが、母親は日本人で日本とアメリカのハーフです。ということで、日本の血が世界でトップクラスになる可能性を秘めているというような証明がここでなっているんじゃないかというふうに思います。これだけね、9秒86というのが非常に価値のある記録だということは、ここまででお分かりいただけました。そしてマイケル・ノーマン選手が実は 100m で世界大会に出場することを希望しているということも分かりました。実はこちらの記事でですね、主張が、なされています。マイケル・ノーマン選手っていうのは、以前からコーチに対して 100m に出場したいということは実は言っていたらしいです。マイケル・ノーマン選手っていうのは、このワッツコーチらに対して 100m っていうのにずっと出たいと言っていましたが、コーチ自体は、ノーマン選手に今一度待てと、待てとだけ、言っていましたが、彼自身は、何度も何度もそこに対して交渉を重ねることによって、ワッツコーチというのが1回だけ、今年 100m を出ることに同意したというところから 100m に出場できたようです。でこの 100m の準備に対してもですね、ほとんど思ったような準備ができていなかったようです。LA でトレーニングする場所を見つけることっていうのは非常に難しかったというふうにも言っていますし、今年のコロナウイルスの、ね、状況を考えると、なかなかウェイトトレーニングやあとブロックを使うような器具を使う練習っていうのがなかなかプロ選手であってもできなかったようです。その中でですね、ブロックスタートの練習を春から夏にかけて不足していたというんですが、それを1週間の特定の間に集中的に練習して 100m の形を作っていたようです。で特に加速区間、前傾姿勢を保つような練習っていうのをどんどん加えたことによって、そこに関して、ノーマン選手は2016年に10秒27という、タイムで走ってますが、それを大幅に上回る9秒86を今回更新できたということです。このマイケル・ノーマン選手が 100m にずっと出たいって、言っていたというようなことっていうのは、これは少しボルトの時と被る部分があるな。
というふうに思います。そして1試合のレースっていうのをしっかりこなし、いきなり9秒86というタイムを出せたというところは、間違いなく100に対して才能を持ち合わせている選手だなと思います。実際のところ、ノーマン選手に対しては主に2人のコーチというのがいるみたいです。大学時代キャリルコーチというものがいらっしゃいまして、そこでキャリルコーチというのはいつもノーマン選手に対して、あなたの本当の適正 100m だということを言っていたようですが、ワッツコーチというものは400m があなたの専門であるというふうに2人のコーチの意見がぶつかっていって、そしてノーマン自身は 400m を選択し、記録を出すことができました。そしてキャリルコーチと実はずっと以前にとある賭けをしたようです。 400m で世界大会金メダルを獲得したら距離を短くして 100m に出場することができると。しかしノーマンはですね、昨年の世界選手権では400m の準決勝で怪我をしてしまいまして、金メダルを残念ながら取ることができませんでしたんで、 100m に使用するというのは実はもう少し後になりそうなんですけれども、 400m でもし金メダルを獲得することができれば 100m に出場し、真のネクストボルト、もしくはボルトを超える可能性は実はこれは全く否定できませんということで、日本の血が世界を取る日が近いんじゃないかなと思いましたので、この記事を紹介しました。皆さんいかがでしたでしょうか。ニュースの詳しい、記事の、URL は概要欄の方に貼っていますので、英語ですけれども気になる方は、そちらもチェックしてください。ということで、ワールドアスレティックスリクナビチャンネルでした。またの動画をお楽しみに。バイバイ。